えー、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。高知競輪場で行われてきた共同通信社会もいよいよ最終日、決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、決勝戦は、えー、11レースになります。私はですね、えー、クレバーに立ち回る平原、さらにその平原にマークする和田、 この両者から、あの、行きたいと思います。えー、相手筆頭は、えー、浅井孝太です。はい、えー、11レースの決勝戦ですね。えー、こちらご覧の9人。うーん、自力選手が揃って非常に難しい。えー、中でもですね、山崎健人と大田龍馬がすごく調子がいいです。 まあ、他にも、あの、優勝を狙いたい選手がそ、揃ってますよね。まあ、この、大田と山崎が、どちらが、あの、力比べ、どちらが勝るかというのも注目のレースです。えー、っとですね、並び見てみましょう。三分線って書いてますが、超細切れ線ですね。 えー、6つと考えていいと思います。で、2社のラインができるのが、太田、清水、えー、中四国、平原和田、東日本と言っていいんでしょうか、根性ライン、えー、山崎、山田、九州両社ですね。で、えー、三重の浅井、えー、京都の村上兄、神奈川の軍事は、それぞれ短期で並んでおります。 三連単のシリーツ見てもすごくばらけてますよね。やはり皆さんどこから買うか悩み深いんじゃないかなと思います。えー、二車単のオズを見てみましても非常にばらけてまして、えー、一番人気が3番9番、山崎山田の17.3倍、えー。折り返し9番3番が18.6倍、えー。それから、 オータ水、シミズ。こちらが17.7倍。24ですね、えー。折り返し、えー、42が18.7倍となっております。で一方、浅井・平原の折り返しが17だと21.4倍で、7121.7倍。まあ、この実績者も、えー、続く人気となっておりまして、 まあ、買いにくいですよね。たくさん買っちゃって結局取り紙になっちゃうという。まあ非常に、まああんまりおすすめできないですと、えー、も言えると思います。そうですね。案外、大田が人気ないかもしれないですよね。やっぱり山崎がいる。 山崎の方が同タイプでも勢いがあると見なされてるからなんでしょうか。24は確かに太田人気あるんですが、その他は結構人気がない。で、この辺意外と2代目かもしれないですね。あと村上もさすがに人気ないですよね。あんまりいい気配ではないのも確かです。 そして、唯一のマーク選手の和田もやっぱり人気がない。まあ、これはやっぱり自分で展開作れないという見なされ方をするんで、まあ、仕方がないのかなという気はします。平原次第っていうのはありますからね。さて、えー、戻りましょう。前を取るのはまあ、災難かなと思いますね。太田が取るかもしれない。 どちらにしましても、えっと、清水が十、清水も十あの、バック回数11回なんですが、清水は太田にマークしますので、実質これを太田と山崎が15回、14回、ホーム回数も似回寄ってますんで、この両者のどちらが先手を取るのか、また先行争いまであるのかという、 ところですよねえ。私が考えるに、まあ、どちらが先手を取るにしても、うん、やっぱりお互いを意識してしまうので、足を使ってしまうと思います。えっ、ー、と、準決勝の山崎に関しては先攻一者でしたんで、 山崎向きの展開になるんですが、ここ同型の太田がいるということで、山崎がですね、そうそう足を使わないレースをできるかといったら、まあ、このメンバーということもあるんで、浅井平原もいるんで、容易ではないと思うんです。確かに、あの、突破力はあるかもしれないんですが、まあ、相当、楽できない相手だなーって、ここで勝ったら本当 山崎すごいですよ、というメンバー構成なんで、山崎も、まあ、大田も、大田枕に回っても、他同型、り得意な同型いますからね、厳しいと思うんで、正直、この両者は外します。私はですね、まあ、浅井も迷ったんですが、 浅井とかですね、大田山崎を番手を回る、清水、山田、この辺りをま、迷ったんですが、えー、私はですね、平原にします。まあ、準決勝、平原。えー、っと、本命はその平原の後ろを回っていた、木暮れにしたんですが、えー、木暮れを活かさない競争で、まあ、最後、 えー、追い込んで一着取りましたよね。ということもあって、まあ、シビアな競争。あと、やっぱり、位置取り、クレバーですよね。しっかり自分で前を切って、そして、えー、っと、叩いてきた先行に乗って、番手。 番手を取る本当にお手本みたいな走りをするんで、浅イとの比較をすれば、やっぱり平原の方が前々に入れるんで、有利じゃないかな。いくらあの足が落ちたといっても、それはクレバーさでカバーしてるし、まあ、和田がつく、あの浅いっていうことも、浅いに、短期の浅いに比べれば、 有利な材料なのではないかなと思います。アサは悪くないんですけどね。やっぱり、平ラの方が勝ち近いんじゃないかなと思います。で、ヒ、え、ラ、ー、の端としては、まあ、先行するこの、どちらかのラインの後ろが欲しいんでしょうね。一応、軍事とか、アサとか、村上を狙ってはいると思うんですが、 どちらが、あの、オーター、山崎、どちらが先手取るかというのが、難しい分、決め打ちができるかってことにあるんですよね。例えば、山崎、山田の後ろを回ります、最初から。としないと、どっちつかずだと短期勢は、足だけ使って、結局、いい位置も取れずに終わってしまうんで、やっぱり、二者でもラインがあった方が有利なんですよね。 で、平らが行為を行く。となると、その時に、やっぱり、浅井も、村上も、軍んも、まくりを打ってくると思うんですよ。で、平らがどこまで我慢できるか。富山記念を見てみると、平らが先きまくり打ったところを、 アサイがまくり、まくりきってだったんで、まあ、それを意識しするとなると、まあ、ただやっぱり自分の競争を平原しますよね。野菜が、ただやっぱり次々とあのまくりが飛んでくるんで、平原もそれに合わせたレースをしないといけないということで、 結局は、あの、外を踏むような気はするんですよ。まあ、もっとも、大田も山崎も調子がいいんで、案外、まくりが決まらずに直線勝負になるかもしれない。で、当然、お、平原は直線外を選ぶんで、そこ、和田はもう、あの、つく競争になるんじゃないかなと。で、 うーん単純な足で言えば和田はうん、届かない、伸びないと思うんですけど、準決勝を見ても逆に気配を消してしいるようで、まあ、九州の後ろにいたんですが、しっかり決勝に乗ってきてますし、やっぱり気配を消している分、不気味なんじゃないかなと思います。 なんで、えー、花でして面白いな、唯一の追い込みになりますが、和田が、平花が外を踏んだとこを中を突っ込んで、セブン部園記念みたいに優勝してしまうというのは、あると思うんですよね。まあ、あとは和田が、どこまで足を隠し持っているかということになりますね。あと、まあ、大田と山崎が足を使うんで、上がりタイムがどれぐらいかかるのか、 あとは、その自、自力まくり合戦が、どこまで死閲になって、平原が手こずるのか、という、えー、ことになるんですが、うえー、唯一の追い込み方なんで、和田にも頑張ってほしいという気持ちも込めて、和田も狙ってみることにしました。えー、っと、まあ、重視するのは平原ですね。えー、その、 えー、平原和田からは、トップは、えっ、ー、と、折り返しよりは、浅井を狙ってみたいと思います。やっぱり、浅井もですね、富山記念の優勝を見る通り、仕掛けどころを、一時、一度いとしては平原よりは絶対淡白なんですが、仕掛けどころは逃さないと思うんで、やっぱり最後は縦のまくり足で、えー、勝負圏内来るんじゃないかなと思います。 7117。まあ、6の場合は6116。これが大本線ですえ。このように、あの、何社並べてるんですが、まあ、76は折り返しとしても、あくまで、えっ、ー、と、多く割り振りたいのは、1に浅い。そして2番目に先行する大田山崎のそれぞれの番手の清水山田となります。 その後となると、つまり、軍事、村上となると、ちょっと、まあ、浅いとの比較になるだけに、軍事も調子はいいんですけどね。川崎で優勝したりして。まあ、あと村上の気迫というのもあるんですが、やっぱり、評価を、 オーター・山崎の調子の良さ、えー、アサイとの比較、アサイ・原と比較を考えると身をってしまうんじゃないかなと思います。ので、あくまで、えー、っと、平ラ和田の相手は、アサイが筆頭、えー、先行の番手が次に続いて、その後に、あの、折り返しですね、平ラ和田の、と、 いう。で、最後の押さえで、一応、一応、軍事、村上の短期の、えー、幕、ま、い込みとしたいと思います。はい、以上、高知競輪場で行われる、共同通信社配競輪の決勝戦の予想をお送りいたしました。はい、皆様の、 幸運を祈っております。はい。えー、この画面最後20秒で流れます関連動画、動画プレイリストも、あの、お時間ありましたら見ていただければ嬉しいです。高評価、チャンネル登録、コメントなどもお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。